欲しい。買います。リピ買いです。これも買います。じゃん。こんにちは、美容家の小野真理子です。そろそろ美白と UV の時期がやってきました。ちょっとずつ紫外線が強くなってきた時期なので、今日は爆買い企画ということで楽しみにやってきました。それでは行ってみましょう。この辺はインナーケアからなんだけど、なんかおやつ代わりに食べれるやつが欲しいな。ゼリーみたいなのないのかな。これおやつに食べれるものなので会社に置いておきたいと思います。美味しいといいな。あと洗顔系で美白ケアでしょ。私すごい好きなやつがあるんだけど、なんかこの時期皆さん角質ケアをちゃんとした方がいいっていうのと、あとはあれね、日焼け止めをがっつり塗ってるからちゃんと落とさないとダメで、持ち歩きに使うやつを、私愛用品があるんですけど、これだ。旅行に持ってって体にベタってついた日焼け止めとかを落とすのに持ってくと超いいので、これも買います。これ夏にずっと使うので買います。この辺はあれですよ、韓国。これすごい気になったやつ、プリメラのビタミン C とレチノールのセラム、7日間のトライアルキットだって。いいね。あとパック見て、いっぱいあるよ。やっぱ私クオリティファースト好きなんだけど、どれだっけ、いつも使ってるやつ。あ、これビタミン C とナイアシンアミドとガラクトアミノが入って 7% も入ってるんだよ。これすごいツヤツヤになるやつで、朝ドライヤーしながらとかも使えるので、愛用品です。買います。お意外です。 あれだ、ここ行かなきゃいけないんだった。愛しているエリクシールの美白、私は真ん中が好きです。2番、おまけがついてる。私の好きなミニサイズついてる。乳液、あ、見て、美白&エイジングケアのパックを見つけたよ。買います。これ知らなかった。私もう一個買います。これ去年のベスコスを総なめした V クリーム、欲しい。買います。みんな大好き白、美白といえば白でしょ。いや、この角質美容液もいいんだよね。でも美白美容液いきます。この美白美容液買います。ちょっと腕がもげそうですけど。あとさ、毛穴詰まりのこれ、あ、これ使ってみたい。詰まり角栓を溶解、これはフォアクリアオイルだって、クレンジングなんだ。ベタベタする費用に買います。岩盤構成の、私これ去年使ってめっちゃ良かったです。リピートしたいと思います。リピ買いです。今こんな感じでございます。これはていくらぐらいになってるんでしょうか。はい、というわけで腕がもげそうになったので2カゴ目になりました。やります。今日買いたいと思ってたアスリズムのチューブない。悲しい。あ、これあれじゃない、髪の毛用の UV、 日焼け止めフリクランス、髪のダメージケアできるだって。あとリップの日焼け止め必要じゃない。あ、すごい、ニベア SPF26 はしっかりしてるね。唇の日焼け止めめっちゃ重要。これ買います。色付きリップも買っとこうかな。すごいさ、海とかプール行く時の口紅として使うとシミにならなくてめっちゃいいです。これなんか綺麗なんだけど、乾燥崩れ対応のトーンアップ下地で SPF25 を買います。あとは、これすごい、エスプリークのくすみカバーしてくみトーンアップ SPF50 だって。これはいいね、これ買いたい。エスプリークのコンシーラーさ、 SPF35 もある。エスプリークの下地は全部 SPF が元気よくついてんの。ツヤ保湿下地、これ良くない。エスプリークエッセンスグロープライマーなのに SPF20、 これ絶対いい気がする。はい、そんな感じでしょうか。はい、というわけでお会計です。いくらになるんだろう、お願いします。はい、これで真夏の紫外線対策と美白対策は私はもう完璧だと思います。あ、でもちょっと待って、しつこいでしょ。アスタリフトの日焼け止めちょっと買わないといけないから。これもいいですか。すいません。もう完璧、私天才かも。ちょうど10万円。はい、というわけでこんな長さになりました。合計10万6108円分の松木を爆買いでした。おはようございます。美的特集の皆さん、こんにちは。大人の遊園地
新宿店です。今日は、伊勢丹新宿店で爆買いしていきたいと思います。レッド、まずはエスタさんからです。エストはスキンケアのアイテムが本当に馴染みが良くて保湿力が持続するのがすごく好きで、忙しいママとか朝メイクする時間が短い方のスキンケアにめっちゃおすすめです。なので今回はこの GP シリーズのローションと乳液買っていきたいと思います。あとはね、このエスタザローション、こっちのローションもすごく良くて、春夏結構これ使うことが多いんですけど、砂漠でも乾かないシリーズ、このローションがたっぷり入ったマスク1枚に化粧水約30回分、このマスク買っていきたいと思います。あとこれだ、セラムワンアドバンスド、2023年秋冬のベスコスをめちゃくちゃたくさんいろんなところで撮ってた導入美容液です。これも買います。今回皆さん本当のガチ買いなので、私のアイカードで買っていきたいと思います。お願いします。買いました。続きましてはポーラです。ポーラは私の大好きなイマース、春夏なのでこっちのイマースを買っていきます。このミルクフォームちょうどね、私ないの今。こっちのフォームの方買っていきます。あ、これディープクリアライザー、洗い流すタイプの、これもないのでストック買います。あとはね、私 BA のミニサイズがすごい好きで、あるかな、あ、ありました、あった、あった、このミニサイズありがとうございます。旅行とかに持っていくのに便利な、穴が開いてるので、これも買っていきたいと思います。BA さんがっつり買いました。続きましてはコスメデコルテさんです。大好きなコスメデコルテさんで爆買いしていきたいと思います。まずは私の大好きなこの AQ は、ちょっとこの間この企画が決まる前に買って、お家に置いてあるので、今日はこの AQ のミリオリティのシリーズを買っていきます。このエマルジョンとこのローションもゲットしてきます。楽しみすぎる。あとこれ洗顔があったと思うんだけど、洗顔も買っていきます。そしてデコルテさんといえば美白美容液、ホワイトロジスト、こちらも買っていきたいと思います。愛用品、これね、シートマスクもあるんですよ。これを旅行に行くときにすごくよく使ってるので、そのマスクも買います。コスメデコルテさん購入しました。それでは次の売り場に行きたいと思います。続きましてはカネボウさんです。カネボウ、私本当に買いたいと思ったアイテムがあるので行ってみます。まずはこの、あ、ベストコスメ三冠受賞のメロウオブベイブクレンジングです。クレンジング、こちら書いていきます。朝使う用のクリーム、クリームインデイ、これね SPF もついてて、すごい好きな愛用品です。ベイルオブデイ、これすごい塗りやすいので、これも買っていきたいと思います。あ、見て、アイホープカネボウ、見て、ソールドアウト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 、めっちゃ人気のリップが欲しかったけど売り切れて、また次来た時に買いたいと思います。忘れてた、角質ケア用のこの化粧水、拭き取り化粧水も買います。カネボウさん購入しました。大満足です。はい、というわけで爆買い終了しました。開封動画も撮っていくので移動します。帰りたくない、またね、帰りたくないよ。はい、というわけでスタジオに戻ってきました。気になってるのは、そうですよね、伊勢丹の購入金額、じゃじゃーん、なんと327,140円、自腹買いそしたら商品出していきたいと思います。はい、というわけでこちら買ってきた商品をザザ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 と並べてみました。我ながら本当に元気よく買い物したと思ってます。というわけでちょっとずつ皆さんにお見せしていきたいと思います。まずはお気に入りのアリーのクロノビューティーカラーオン UV チーク01、これは去年もすごく大人気だった SPF が50プラス PA4 プラス入ってるチークの日焼け止めなんです。夏場さ、ここ頬骨が高いところにチークすると日焼けしにくくなっちゃうでしょ。でもこれだったら日焼けしなくて、むしろブロックしてくれるっていう日焼け止めチークです。
よく考えたね、本当に。言われてみれば夏場私チーク省いてたわと思って、これを去年から愛用しています。あとはたくさん買ったシリーズで、じゃん、ニベアさん角質ケアウォータージェル50。これは本当に毎年家で3本、会社であとスタッフが使ってるから会社に常備してる日焼け止めで、何がいいってこうポンプ式なのと超絶みずみずしいんですよ。日焼け止めをさ、外出してから塗り直したりとか玄関先で塗り直したりするとさ、鍵とか触るのにぬら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 してすごい嫌な気分になるの。これは本当にサラッとしてるので、出かける前に玄関に置いといて手に塗るようにしてます。日焼け止め体に塗った後に家を出るまでにお手洗いに寄ったりとか、なんか手を洗ってしまったりして手だけ塗ってないことがあるの防げる、超リピート品。あとは私の大好きホワイトショットのシートマスク、ポーラホワイトショットマスク QXS です。これ去年は4箱5箱ぐらいリピして買ったシートマスクなんですけど、これ今回は今年の夏用に3箱買いました。サラッとしてるから、これは朝使ってもその後すぐメイクしてもヨレヨレしないのがお気に入りで、赤みがスッと引く感じがするんですよ。赤みがないとメイクする時に下地の量とかをたくさん塗らなくていいから、私は朝すごく使っています。そしてホワイトショットといえばこれでしょ。ホワイトショットフェイシャルセラムリニューアルしました。なんと今年はじゃーん、ピンクになってる、かわいい。これね、テクスチャーもすっごいサラッとしてるからスキンケアの間に挟めるのがすごくよくて、美白ケアをすごく好きで、もうこれ以上は透明感出るのは難しいじゃないかっていうぐらいケアしてる方とかにもさらなる透明感を目指して私はこれをずっと使ってます。続きまして、じゃん、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクショントーンアンプ CC の色付きのものを使ったことがなかったので、色付きのものを全色買ってみました。あとはずっとリピートしてるマルチプロテクションコンフォート、たくさん日焼け止め使うんだけどこれだけはずっとリピートしてる。石鹸落ちしてちょっとコンビニ行く時とか、ちょっと出かけたい時とか、スキンケア頑張りすぎちゃってこの上にさらにぬとっとした日焼け止め塗るのちょっと苦しいみたいな時に絶対これ使ってます。そしてこちらデューのリップザーセラムです。あ、本当にちょっとリップクリームっていうか美容液よりかも、寝る前にたっぷり塗って寝たら良さそう、香りもいい感じです。これをまとめ買いしてみました。会社の女子に配りたいと思います。でデューといえばさ、ほらアフターグロードロップ化粧液、どんな感じなんだろう。あ、すごい見えた今、超トロッと系の化粧液だから美容液と化粧水の間っていう感じなのかな。あ、でもね、お肌にのせた瞬間にスッと馴染んでいく感じで、あとはね、あ、オバジはもういつもずっとリピートしてる C25 も購入しました。これは春夏も欠かさず毛穴ケアとして愛用してる一品でございます。あとはこちらですね、カナエボーチアリングミスト UV 日焼け止めミストです。お化粧直しとして使えるタイプのミストになるんですけど、カナエボーのこのジェル状の日焼け止めってすっごい薄膜なんだけどすごく焼けにくい体感があって、なのでこのミストも日中の紫外線ケアとしてすごく信頼を置いて使っています。そして最後、じゃん、エスト AC ピュリファイマッサージウォッシュ。これ私すでにすごい愛用してるんですけど、炭酸泡 100% の炭酸洗顔なんですが、朝起きた時にあれみたいな、昨日キムチラーメンちょっと顔に出てますぐらいむくんでる時とかあるでしょ。そういう時とかに使うとスッキリ感を感じられて私はすごい好きです。で、炭酸って結構空気を含んだふわふわした泡っていう感じなんですけど、これは本当に濃密で塗り広げていただくとジェルみたいでタタタタッと伸びてすっごい使いやすかったですよ。ほら、こういう感じの泡なのです。もちもちしてて美容液がたっぷり入ってる感じです。なんかね、首とかデコルテとかこういうとこにも使うととってもいいと思います。あとこのフェイスラインをマッサージしたりしてから洗い流すととってもいいと思いますよ。で、洗い流すじゃん、見えるかな、ちょっと赤くなってるの分かるかな。すごいね、血流が良くなってちょっとね赤くなるの、すぐ血流がググって良くなってるのが分かると思います。
はい、というわけでご紹介してきましたけれども、まだまだご紹介しきれないアイテムがたくさんあるんですけれども、詳しくは美的の5月号でご紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。皆さんどのアイテムが気になったよっていうのもあったら、ぜひコメントくださると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。